ね、なんでお昼はちゃんと半袖着てたのなんかね、なんかクーラーつけててずっと、あ、なんか寒いなと思ったんですよ、もうお風呂入ってね。で半ズボン、短いズボン履いてるんですよ、寝るとき最近いつも。うわ今日は長いの履こうと思って、でそれもうこれいいじゃん、薄くて長くてみたいなやつがこれとセットだったんですよ、上と。だから多分ボケーとしててこれも着ちゃいました。後で着替えます、 T シャツに。クーラーはつけてきます。ちょっと私ずっと前髪切ってなくてさ、え、なんか前髪すっごいんだけど癖が、もうさやばいね、伸びすぎて癖がすごかったんだけど、めっちゃ伸びました。よく切りたい。なんか眩しい。画面が。今日朝早かった。朝は何時に起きたっけ？7時くらい。え？7時くらいですか？です。もう遅いよね今日。時間が過ぎるのが早いです、毎日。眠たい眠た、めっちゃ眠たい。寝ようと思えば歯磨いたらもう寝れる。めっちゃ前髪長いですね。巻こうか。巻こう。めっちゃ長いですね。すごいね。ああ。ネスピコ。ずっとメイクしてない。ほんとメイクしてないです。お肌の調子はまあぼちぼちって感じです。どうかな、今ニキビあるかな。あ、でも、あ、なんかこの辺にあった気がする。寝てないと、あ、でも最近ね寝るのそんな、まあ遅いか、睡眠大事。この前切ったのねだいぶ前だと思うな。10
え、オーディションっていつでしたっけ。6月か、6月10、え、13が本番だったよね。13が本番だって、6月の頭くらいに切って以来ずっと切ってない。1週間前か、なんか1週間前早かったような遅かったような、いや早いね。え、1週間、なんか早っ。今日日曜日だね。ねえ、よかったな。明日からまた、6月もあとちょっとですよ。6月もあとちょっとですよ。7月って感じがしないですね。7月夏になるの早いですね。本当に夏が来るの。あっという間に私の誕生日もやってくるし、ね、てか8の日ももうすぐそこやな。充実してました。6月早かったな。まだ終わってないけど、半年、確かに半年終わるね。いつも言ってるけど本当に早いのよ。毎月毎月私こう私の誕生日何してるかね。何してるかな。去年の18歳の誕生日はまず朝から社交に行ってました誕生日当日に自動車学校行ってました。で、朝から授業を受けて、教習受けてやってましたね。で帰ってきて家族にお祝いしてもらいました。配信もしてねなんかおお誕生日当日に車車庫通ってるぜと思いながら行ってましたね。早いですね。19歳とか考えられない。もう19歳なんてなっちゃったらさ、もうすぐ20歳ですよね。もう19歳来ちゃった。え、早い。もうさ、こんな感じで20歳もさすぐなっちゃうんだよ。で成人式もう終わってすぐ20代突入自分が20代って考えられないです。なんか永遠の10代って感じ。ちょっと気が早すぎるけどまだでもそんな このさ18歳から19歳の1年もまだ1年経ってないけど、は、気が本当に早いですけど、本当にあっという間だったから、そんな感じで19歳の1年も一瞬で終わるだろうなと思います。いいな。もういよいよ20歳になったらやること増えそう。大変だ。
あ、お酒飲める、確かに。あと2ヶ月か、2ヶ月ちょっと、2ヶ月な。あ、銀髪ね、確かにそうじゃん。成人式終わったらだね。成人式楽しみだろ、楽しみだ。ガチ眠い、寝ちゃおっかな今日。12時ぐらい寝ちゃおっかな。皆さん最近楽しいことありましたか？私はね、そうだな、なんかあったかな、なんかあったかな。あ、ね、明日早起きしてから頑張ろうかな。金、美味しいラーメンを食べました。いいですね、ラーメン食べたいな。ラーメン、蚊に刺されました。お疲れ様でございます。ガリガリ君が当たりました。え、それはめっちゃハッピーだね。ハッピーな出来事ですね。ガリガリ君を食べたいな。かき氷食べたい。妹ちゃんの妹ちゃんのエピソードですか。なんだろうな、もう常に面白いんですけどね。わかるエピソードってやると難しいな。でも今日ね、ママからすっごい、なんかママがすごい面白い動画を送ってくれた。待って、エピソード、なんだろうな、人気のスニーカー買いました。いい、私も欲しいスニーカーが今たくさんです。靴欲しい、いっぱい欲しい、靴いっぱい。美味しいもの食べて、楽しい、美味しいものを食べれてこそ楽しいですよね。ね、大事、美味しいものを食べるって元気になれますからね。ゆうちゃんの生誕祭行ってきました。私も行きたかったです。私も行きたかったです。楽しいことあったけど頑張ります。頑張りましょう。自分にバイクに乗れたことかなって、いいね。私のさ、お友達
がさバイクの免許取るって言ってて、車の免許取ってる時に話してたんですけど、その子がまだ車の免許取ってなくて、免許取り終わったら次バイクも取るみたいな言ってて、でまだ車もうバイクも取ってないのにバイクを買ったって言ってました。あ、女の子なんですけど、ね、かっこいいですよね。車もミッション取ってたの、イケイケ。なんかお母さんとかお父さんとかもバイク乗る人らしくて、自分のバイクも買ったって言ってました。かっこいいよね、すごい憧れる、かっけえ。めっちゃかっけえのよその友達、なんか中身もかっけえ、イエーって感じ。ビアガーデン、ビアガーデンって何ですっけ、何ビアガーデンって何愛しさのアクセルゼガトガガチだけど、みえちゃん、え、もうみえちゃんやってた、あ、そっかそっか、そうだよね、確かに。じゃあいけますやん、当たらんかったんですかね。みえちゃん当たらんかったかな、もうバイク似合いそうだよ、ほんと。そう、なんか中身もイケって感じ、なんか家族みんなイケイケって感じです。なんか家にめっちゃでっかい犬買った家めっちゃでっかい、なんか犬、何あれなんだっけ、なんか警察犬みたいな犬、なんですか、すっごい強い犬みたいなの飼ってる、でっかい犬飼ってるんですよ。わしはちょっと公園にいつも入れないんですけど、すごいよ、ドーベルマン、ドーベルマンだ、絶対ドーベルマンだ。そう、バイクね、楽しそうだなと、乗れたらかっこいい、ね、バイク乗ってる女性めっちゃかっこいいなと思います。まあ、乗ろうとは思わんけど、かっこいいなとは思いますね。私何時から配信してるかな何時から配信してますか。散歩が大変そう、確かに。どこ走ってたりせんのかなそれは大丈夫か。でっかいよね、でも。あ、24分ありがとう。何時までやろうかなちょっと考えて原付とかもさ一応乗れるけどさ絶対の乗れないと思う。めっちゃみんな良くなれるなと思います。怖い、マジ怖い。講習とか受けたけどさ一生私もパターン倒れそうです。パターン、バランス感覚、バランス力
たい焼き食べたい。11時10分くらいに終わりましょう。麦茶。目が大きくて困ることあります？まつげがよく入ることとゴミがめっちゃ、ゴミが めっちゃ目にゴミ入るなと。なんか歩いてて、あ、目にゴミ入った、目にゴミだってよくなるんですけど、それ目が大きいからとかの関係あるか分かんないけど。でまつげめっちゃ、まつげ入りやすいのはまつげ、あの目は目よく描くからと思ってるんですけど、なんだろう、困ること、まあ、そうでもないですよ。目が大きくてよかったなと思いますけど、まあたい焼き美味しいよね。エイトでキャンプ、確かにエイトでキャンプ、おお、いいですね。あのロケさん、エイトでキャンプ、確かに今は難しいかな。絶対楽しい。番組の企画っていうことを忘れちゃいそうですね。純粋に頼んじゃいそう。料理はマリアちゃんとさやりん担当ですその二人でその二人で回す超重労働だけど誰が音が、なんかリンリンとかすごいおしゃれな料理作ってるイメージなんですけど、それ以外の人で料理のイメージあんまないな。私何係かな、食べる係ですよ食べる係、なんだろう、設置、設置とか片付け係でも私なんか家とかなんかバーベキューとかしてるじゃないですか。家でバーベキューとかよくするんですけど、うちすごい、私なんかめっちゃ片付けます。超机の上なんか意外と何でもパッ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 ってみんな置くでしょうもの、私はすごい綺麗に、ま、なんか並べるんですよ。これはここにピッ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 みたいな、いらないゴミはサッサッサッみたいな超片付けます。片付けもめっちゃいいよ、お皿重ねてサッサッサッ。うち飲食店でバイトしたらもう超ね仕事できると思うお金すげえ感じですかね。片付けます、常に綺麗を保ちます
買い出しね、あーいいですね、効率のいい買い物が私はできると分からんけど適当。火起こし係ね、あーね、火起こせそう。気合でなんか火起こせそう。私確かに星が綺麗なところね、星を見に行きたいな。星が綺麗だとなんか夏の夜とか絶対空を見上げてしまいます。外に出てたら星が綺麗だと ずっと見ちゃう。なんかさ、ひいおばあちゃんちがさ、すっごい田舎なんですけど、これ星が有名ななんかスポットかなってくらい、あ、家の外からなんですけど、めっちゃすぐここに星が見えて綺麗なんですよ。星見に行きたいな、見るだけ。道具揃うの大変。確かに確かに、あーキャンプ確かに道具が必要だもんね。貸し出しとかじゃないと大変そう。着火マンが私着火マン上手ですよ着火マン上手ってどういうことって感じですけど、上手ですよ。マッチは絶対できないけど、私マッチがねちっちゃい頃から絶対できないんですよね。火が怖い。花火もちょっと苦手だったし、昔手持ち花火、マッチがね、ほんと昔からできない。なんか一時期もう絶対マッチができるようになりたいと思って悔しかったんですよ。なんか弟とかがすごいできてて、なんで私はマッチが使えないんだと思って、マッチを克服しようとひいおばあちゃんと一緒に練習してたんですよ一時期めっちゃマッチの練習してました。なんとなくできた時期もあるけど、今は絶対できないですね。あとさ、なんか長いマッチとかあるじゃないですか。マッチ普通こんくらいでしょ、なんか長いマッチがあるんですよ。あれなら多分いけたんだけど、いけるんだと思うんですけど、普通のマッチだってさ、もう火がここじゃないですか、手燃えるよと思っちゃうもん。線香花火でもびっくりするのに、これで、あ、来てる来てる来てる、やばいやばいって、線香花火でもちょっとビビっちゃうからさ。あ、そのね、大丈夫っていうのは分かってもちょっと怖いんですよね。火が怖い人には分かるはず火が怖い人には分かる。冬の夜空、あー確かにね、温泉の露天風呂で夜に星を眺め、めっちゃ最高じゃないですか。それは着火も下手な人いるじゃないですか。着火も全然カチカチになって火が出ない人みたいにいるでしょ。星を一発でクシッてできますから、任せてください。そうね、マッチはねなくても困んない。そうですか。そう、マッチ、おばあちゃんちってマッチ絶対あるよね。マッチしかない。ライターも絶対無理。ほんと怖い、ライターとか。まあ使うことないやろうけど。ライターも怖い。あれ、何がどうなってるのか分かんない。流れ星見たこと、え、あるっけ、記憶にない。
ない、ないかも。いや、あるわ。え、絶対あるはず。だってなんか願い事をした気がするもん。で、なんか流れ星に願い事をしたっていうのを覚えてるんで、多分見たことあるだと思います。何の願い事したかな。でも私お願い事とかするときはなんかね、何頼む、いつもね同じこと頼んじゃうんですよ。なんかさ、こなんだっけな、子供の頃はよくお金持ちになれますようにってお願い事してました。めっちゃ覚えてる。でも子供ってそうでしょ、みんなそうじゃないですか。何ですか、例えばお花屋さんになれますようにとか、あるあるだよね。子供はみんなそうだよね。いつもお金持ちになれますようにってちっちゃい頃は、小学生の時とかは言ってたなと思います。かわいいよね。受けられ欲しいものがいっぱい当たるかな。でもいつも、まだ充電大丈夫かな、ちょっと待ってね。そう、でもいつもね、お願い事とかするとき、もうすっごい現実的なことばっかりとか、なんか学校通ってるときとかは学業がうまくいきますようにとか、なんかそうです、めっちゃいろいろ現実的なこと、なんですかね、そう、真面目なことをお願いしてます。金持ち金持ち金持ち3回早口で言うよっていいね。私が次メイクをするのいつかな。願い事かなったこと、なんだろう、これってすごい具体的に言ったことはあんまりなかったから分かんないな。なかったんですかね。お金持ちになれるかな、いつか。もう1週間くらい、どうかな、そんなこともないか。あ、別に再現したか、全然17日にしました。18、19、20、3日からしてないです。いや、そうでもないね、別に。21、明日21か、22、23、24日、ラジオ26、あっという間。うん、頑張りましょう皆さん。
頑張りましょう。頑張りましょうね。ラジオぜひ聞いてください。ちょっと待って、本当にこんな眠そうな方いないですよ。普通にも眠たいですし、私普段から眠たくない時でも眠く見られるじゃないですか。だから余計眠そうに見えてるんじゃないかなと思います。すいませんね、そうでもないですからね。いちごのアイス、アイス食べたいな。でも昨日も今日も食べちゃったんだよね。あ、餃子いいね。確かに眠いって書いてるからね。いつもより目が大きい気がする。マジ？よかった、よかった。前髪切ろう早く。今日はマジで早く寝ます。もう何もしないで寝るわ今日は。いいよね、今日はもう何もせずに寝てやろうと思います。そして明日早く寝るか。明日頑張るわ。明日、今日は頑張ったから明日頑張るわ。いえ、みんな明日頑張ろうぜ。今日は早く寝ようぜみんな。今日は早く寝て明日頑張ろうぜ。ゆっくり休もうぜ。すぐ、今日はもうすぐ寝れそうです。シュッて寝れそう。ベッドに入ってシュッて寝れそう。そう、いつもね、もういろいろやっちゃって寝る前に遅くなるんですよ。歯磨いて寝ます。楽しかったねみんな。もう時間じゃない。涙が出てきた、あくびして。お布団の強仕様にしました。でも結構最近まで毛布着てて、でちゃんとあったかい掛け布団最近着てたんだけど、なるだ夏のなんかタオルケットみたいな、タオルケットじゃないけどなんだ、毛布布団にしまし変えました。涼しい。そうね、スマホ早く切って寝ます。おっと、じゃあ終わろうかな。皆さんと同じ感じでとても私が楽しかったね。そう、イエーイ。ちょっとこれから半袖に着替えて歯を早く磨いて、今日は何もせずに寝ようと思います。明日からまたみんな頑張ろうね。ランキング読みます。13位プッチーニさん、ありがとうございます。12位幻さん、ありがとうございます。11位ハレさん、ありがとうございます。
10位まさやさんありがとうございます。9位ぬっしーさんありがとうございます。8位ひでじろさんありがとうございます。7位もっさんさんありがとうございます。6位ぼくれんぽさらんさんありがとうございます。5位台風一家さんありがとうございます。4位ひがさんありがとうございます。3位ももかんさんありがとうございます。2位くぼてつさんありがとうございます。1位はやちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。遅くにありがとう。またね、ありがとうございました。バイバーイ。